もういきなり落ち込んでるよ。もうダメだ。ダメだ。もうダメかも。もうダメだ。もう目に光がない。あの、なるほどさん。ん？何？いつもこんな調子なんですか？なんていうか、見上げたら頭上5センチのとこに巨大なペンチが落ちてきていた。そんなやるせない手遅れっぽい感じ。まあ、そうだね。今日落ちてきたのはペンチじゃなくて巨大なベンチだったけど。わはは、ところで、違う。ところで、ともえさんは？なんだか裁判長さんの部屋に呼ばれたみたいです。あー、多分あの布切れのことかな。さよう。さあ、ここから奇跡の大逆転が始まるわけですよね。あの一見どうしようもないちっぽけで些細な布切れから。正直なところ、自分の存在があの布切れみたいな気分だよ。ペラペラ。ヘイカーボーイ。あ、牛ってやつは赤い布切れを見ると元気になる。はい、俺はそう聞かされて大きくなったものだけどな。ザイモンだっけ？こんな感じで書いてたっけ？そうですね、ザイモンさん。あ、カタカナの時代もありました。時代もあったよね。気になったからね、来てみたさ。どうやら遅れちまったようだよ。ここカタカナやないか。相変わらずの警戒態勢でね、巡査が抜け出すのも一苦労さ。さ、そういえば何かあったんですか？昨日から様子が変ですよね、警察の人たち。人の心配をしてる場合じゃないだろ、カーボーイ。首席検事さんの赤いマフラーの巻き方でも考えておくことさ。ダイモンさん、マフラーは襟巻きのことじゃなかったんですよ。お姉ちゃん、あの時はマフラーをしていませんでしたから。へえ、そうなのかい。そいつはおかしいな。彼女の細い首にはいつも赤い風がそよ吹いてるのさ。俺は見たよ、あの日も。そよ吹いているのさ。彼女の首に赤いマフラーを。どれことだって。あの日の午後の式典でね、三つ剣のやつも見てるはずさ。でも撮ることもあろう。現場で撮影された写真ではマフラーは消えてる。お京さん、見間違いじゃなかったんだ。さあ、そろそろ時間だね。そうか。知恵を絞るより、父を絞れ。荒くれ野郎どもの言葉さ。考えたってどうにもならない。答えは時が絞り出す。時なんだか嫌な予感がする。一体今度は何が落ちてくるんでしょうね。巨大な牛なら俺がさばいてステーキ弁当にしてやるさ。いつまで弁当の話してそれはそう。もうこいつら、どいつもこいつも弁当の話しかできないやつらの集まりですよ。ね、勘弁していただきたいものですけども。それでは審理を再開。目まん丸。なんだ裁判長、検事席の方を見て固まってるけど。ああどうされたんですかな、三剣検事。どうしたんでしょう。顔が真っ青で、唇が紫、額の油汗、眉間のシワにその歯ぎしり、ブルブル震えた上涙目、さらにその目は焦点が合っておらず、全身がしぼんで、ありえぬ、こんなことが。何かあったのかな、三剣検事さん。それでは気にせず続けたいと思います。はい。さて、先ほどの休憩中、検察側には緊急の調査。バカな、許されることではない。みつるぎ、黙って。黙ってふん、すっかり放心状態ですな。誰だ。ん、どなたですかな。誰だ。あ、なんだこのおじさん。すごい、妙に熱苦しいオーラが法廷中に乱反射してるような。手がついてる。あのおじさんが現れてから室温が3度上がりました。一体何者なんだ。熱苦しい。あ、あなたは喋れ。目だけが瞬きを繰り返す。ああ、どうも。いやいや、道が混んでてさ、ちょい遅くなっちゃった。ごめんね、ほんと。はいはいはい、久しぶり、長山。最近どう、泳いでる。おい、その説はどうも、最近は忙しくて。ああ、ダメよ、長山。今はさ、作るもんだよ、これ。確かに。はあ、まったくお恥ずかしい。長山って、裁判長のことかな。恐ろしいことに、どうやらそうみたいだね。すみません。あなたは？君がなるほどじゃん。なるほどじゃん。噂聞いてるよ。
ね、どうも。なんかごめんね、本当。うちのみつるきちゃん迷惑かけてさ。みつるきちゃん。今度さ、今度。どう、これ、泳ぎに行こうよ、みんなでさ。肌が黒い。みつるきちゃん？みつるきちゃん。こら、弁護人。あなた、地方警察局長の顔も知らないのですか？警察局長？この辺の警察で一番偉い人です。すごいネクタイだね。え、十字架だもの。なあ、ガント開示よろしく、よろしくね、みんな。ガント開示。それで今日は一体どうしたのですかな。あなた自身が法廷にお出ましなど2年ぶりではないですか。いや、ほら、みつるきちゃんたらさ、あんな感じじゃない。だからね、とりあえず僕持ってきたわけ、こいつをね。あ、それはお姉ちゃんのマフラー。やっぱりお京さんの見間違いじゃなかったんだ。事件があった時、彼女は首にあのマフラーを。それにしてもさ、みつるきちゃんの車の排気パイプにね、しかもその中にこんなものが包まれてるなんてさ。ざわ、何？ほんと困っちゃうんだ、うちとしてもさ。なんですかそれは。飛び出しナイフかな。ほんとどうなってるんだろう。うわー、うさんくせー、八神が読むと。局長、一体あなたは部下にどんな教育をしてるのだ。みつるぎ金次、そんな重要な手がかりを見落とすなど考えられぬ。警察の捜査がそんなにずさんでは検事局がまともな立件など。ちょっと待ってよ、みつるぎちゃんさ。ドーン。言い訳など聞くつもり、待てと言ってるんだよ。怖いよ。あれ、聞こえなかった。みつるぎちゃん、書類を見てよ。捜査責任者のとこサインしてあるのよ、はっきり。みつるぎレイジって。それは仕方あるまい。事件があった日、私は賞をもらって浮かれてたと。わかるわかるよ。けどさ、責任者君なんだから。あとでさ、始末書頼むね。あ、やだよ。なんだと。まあ、なんとか処理しておくよ、この君のミスをね。みつるぎ健二さん、珍しく言葉に詰まっちゃいましたね。まったく、みつるぎ健二らしくない大失態でしたな。それでは証拠品を受理します。とその前に弁護人。はい。一応念のため、このナイフの、刃を見ておきたいのですが。はあ、刃ですか。いいと思いますけど。私の代わりに一つお願いできますかな。でもそれなら多分スイッチを押せば。指を切って傷血が叩けなくなったら商売になりません。指を切って人を指させなくなったら商売にならないんだけどな。あ、もう早く調べてみましょうよ。さあ、というわけでございまして。ああ、自動だ。ああ、俺はもう何もできない。ああ、自動で動いて。そうなんだ、これ。はい、これ。スイッチどれ。これじゃないかしら。どこかな、どっから剣出る。あ、うわ、おったい。お前だ。びっくりさせないでください。びっくりしたのこっちだよ、読まないから。このナイフの刃先が欠けてますね。それにこの赤黒いシミ、血かな、やっぱり。うえ、これは血。飛び出しナイフ、現場より発見。被告人のマフラーに包まれていた小さなタグがついてる。とにかく事件当日の警察局の動きは納得できない。できれば局長自身の口から説明をお願いしたい。申し訳ないのですが、証言していただけますかな。検事局と警察局の行き違いと、このナイフについて。いいよ、もう全然問題ないからさ、ほんと。テカってるな。ねえ、テカってるし、海に行かなきゃいけないしね。行かなきゃいけないんだ。ね、ちょっとだけお待ちくださいな。はい、はい。タロちゃんのせいでさ。タロちゃんのせいでさ。今録画の画面の音量ミキサーが見えてないから、たまに心臓が不安になるんだよね。タロちゃんのせい。戻るよ。このナイフ、特別なものなんだけど、
この場じゃ言えないのよ。ナイフと正しきちゃんを結びつける証拠でもあれば別だけどさ。あの日ね、うちも大変だったのね。正直捜査どころじゃなくて、警察局で捜査官が殺されちゃって、もうシャレにならないよね。犯行時間これが5時15分。偶然って怖いね。ほんと今のとこ公式には検視局の事件と関係ないから詳しく言えないの。なんだ警察局内で捜査官が殺害されたですと。これね、内緒よ長さん。まだね、発表してないからさ。ま、待っていただきたい。5時15分といえば、検事局で正しき捜査官が殺害された時刻ではないか。政治君に。とにかくね、うち警察局も今大混乱でさ、極秘捜査の真っ最中なわけ。まあみんなも喋らないでね。警察局の事情は分かりました。いかがですかな、弁護人。検事局と警察局2人の捜査官が同時刻に殺害された。不自然ですよね、ものすごく。弁護側は尋問の権利を主張します。わかりました。ただし、2つの事件が無関係である限り、余計な質問は認めません。さあ、というわけでございまして、まずは、この、要は、あくまでガントさんは警察側の人間。で、今起きているのは検事局側で起きた人間、あ、事件。なので、5時15分が気になるので、なんとかこれを結びつけなきゃいけない。というわけでございますね。なので、ここにもある通り、ナイフと正しきちゃんを結びつける証拠でもあれば別だけどさっていう風に言われてる状態なので、なんとかかんとかして結びつけてやらねばいけないわけでございます。しかしながら、はい、証拠あるわけではないので一回揺さぶっていきましょう。はいはい。このナイフは現場から見つかったんですよ。十分事件と関係があると思いますが。いやほら、分かってほしいな、こっちの事情も。デリケートなね、問題なの。悪いけど、なるほどちゃん。そのナイフ、きっと手がかりがあると思うんです、科学的に。よく調べてみましょうよ、なるほどちゃん。ナイフと正しき捜査官を結びつける証拠、突きつけてみるか。でーん、ずっと引っかかってたあの証拠品を。でーん。ところで、まだ警察局の状況を聞いてないが。まあこのね、あのうちも調査どころじゃなくてさっていう話でございますね。はい。で、そうしましたらっていうところなんですが、改めて久々なのでね、こんな感じの証拠品の確認なんですけど、どうした？タグがわかる。何何タグがわかる？何、もうちょっと喋ってちゃんと日本語で。そのタグがの書いてるのは、うん、メモに書いてたのと一緒。なるほど。ナイフに小さなタグをつけてますね。SLQ、 そう書かれてるみたいだ。そうですね、どういう意味かな。似た響きの言葉なら聞いたことあるんだけど、 DL65 事件。でもなんだか、あ、どうしたの。なんかどこかで見たような気がするんですよね。見たこのタグの文字とよく似た文字を最近。法廷記録もう一度確認してみた方がいいな。じゃああれだね、あの、はい、カロちゃんが言う、まあ、この SL9 の2ってあるんだけど、正しきのメモに SL9 ね、あのまあ 67S12 月2日にも見えるメモですけど、さあというわけでございまして、ここになんですけども、先ほどのメモを引き付けてみましょうか、はい、どっこいしょ。ちょっと待ってください。おー、来たね、早速。弁護士名物、異議あり。このナイフ、正しき捜査官と何か関係があるはずです。どういうことですか？おー、来たね、これまた早速。裁判長名物、どういうことですか？名物なんだ。このナイフ、タグがついてます。SL9。それがどうかしましたかな？その一方で、ここに被害者が身につけていたメモがあります。あ、これが何か？なんでわかんないですか？ 6-7S12月2日ですかな。裁判長？どういうことですかな。裁判長、逆なんですよ。お、逆。メモ用紙に名前が印刷されているため正しいように見えますが、しかし被害者はおそらくこう書いたのです。あ、くるっとな。おお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 あ、メモを書いたとき、たまたま用紙が逆を向いていたのでしょう。
SLQ ナイフのタグの文字と完全に一致します。あのタグって何なの？静粛に。はい、すいません。まだその段階じゃないでしょう。すいません。いかがですか、局長。あ、まあいいか。見抜かれちゃ仕方ないもんね。なるほど。じゃあな、本余裕たっぷりだな。このナイフ、ある事件の証拠なの。警察の証拠保管室から盗まれた。なんか気になること言い始めましたね。はい。盗まれた？このナイフかですか？どうもね、事件当日のことだったみたいだけど。証拠品ということは、もしかして凶器だろうか？あ、そうそう、さすがみつるぎちゃん、凶器だったのよ、これ。もうとっくの昔に解決された事件の。事件当日盗み出された証拠品のナイフが殺人現場の車の排気パイプから発見された。無関係とは考えられないですよね。そうかな。で、警察局で捜査官が殺されちゃって、これも揺さぶっていきましょう。はい。検事局の駐車場で捜査官が刺殺された同じ日に、警察局でも捜査官が殺害されたというのですか？そうなんだよ、これがさ、びっくりでしょ、長さん。言葉もありません。それで犯人は、目星はついたのだろうか？まあね、容疑者はさ、逮捕したのよ、さっき。逮捕した？ずいぶん素早いの。あー、でもさ、謎が多くて。なるほどちゃん、手伝ってくれる？それにはデータが必要ですけどね。おー、いいね、かっこよかったね、今の。じゃあご褒美一つだけ教えてあげようか。何がいい？何がいい？お前らに聞いてんだ。ああ、うん、何がいいだろうね。一つだけなんだもんね。一つだけだよ。あの、一個聞いたら芋づる式に全部出てこないから。まあ、時刻はさっき5時15分みたいな話してたし。だし、うん、発見場所も刑事局って言ってたから、うん、殺害方法が一番分かってないかもってトモは思った。はあはあ。じゃあ、それで。殺害方法ね、はい、いいでしょう、はい、一体その捜査官はどうやって？ああ、殺害方法ってやつ、これがね、面白いんだけど。面白い。刺殺なの、ナイフでズブリって。印象ですね。ナイフ、正しき捜査官と全く同じではないか。おお、なんか盛り上がってきたね。でもそれだけじゃないんだよね、同じなの。どういうことですか？死因以外にも共通のことがあるわけ。二つの事件、どうやらもう一度揺さぶる必要があるな。はい、というわけでございました。ハズレでした。ハズレとか、ハズレじゃないとか。一つだけって言ってたけど、また聞こ教えてくれる。嘘。いい人じゃん、うん、じゃあ場所。場所ね、はい。警察局の被害者、どこで見つかったんですか？死体の発見はともかくさ、事件があったのはね、警察局の証拠保管室だよ。証拠保管室？ま、待てよ、どこかで聞いたことあるぞ。証拠保管室、確かさっきの証言で。このナイフ、ある事件の証拠なの。警察の証拠保管室から盗まれた。どうやら2つの事件はつながった。なるほどさん、嬉しそうですね。まあね、これで攻撃の突破口が開くからね。2つの事件の関係は証明されて、状況は変わった。つまりガント局長に詳しい証言をさせることができる。さあ、というわけでございまして、で、今のところ公式には建築の事件とは関係ないから、これを揺さぶっていきましょう。関係なくなかったね。ドン局長、すでに2つの事件の関係は証明されてる。弁護側はそう考えます。へえ、面白いね、それ。聞かせてよ、なるほどちゃん。聞かせてくれますかな、弁護人。ただいまの証言で2つの事件に共通の場所が浮上しました。地下駐車場で発見されたナイフは証拠保管室から盗まれました。しかもタグの文字は被害者のメモと一致している。そして警察局側の事件の被害者である捜査官は、その証拠保管室で殺害されました。確かに偶然とは考えにくいですな。ですな。綺麗な目だ。やっぱりいいコンビだね。
うちの部下が2日かけて探り出したこと、もう見抜いちゃった。2日かかったんですか？局長、警察局で殺害された捜査官のデータを提出していただきたい。でもね、面倒なんだな。何しろ公式の発表がまだでしょう。あの、そこを一つ非公式でお願いできませんか？なんかね、まあいいか、非公式なら。なんだ、いいのかよ。意外にそんなもんですよね。協力はするけど、警察局の被害者の名前だけはね、言いたくないのよ。どうせなら全部吐き出しちゃってくださいよ。いやね、データを提出するにはそれなりの手続きがあるの。仕方ないな。何か聞いてみるか。ほい。ん？被害者の？うん、担当部署と性別と ID ナンバー。あ、性別。いや、うるせえ。なんでそういうこと言うの？ここに唯一、はい、色々とやってきた中で、はい、今まで被害者の情報で手に入れてるのって、はい、ID ナンバーじゃない？はい。要は担当部署聞いてもそうっすかっつって、うん、性別聞いてもそうっすかだけど、うん、万が一持ってる ID ナンバーと一致したら変なこと言うんだろうね。え、一致するんですか？え、一致するかは知らないよ。聞いてみよ。聞いてみよ。それではせっかくですから被害者の ID ナンバーは構わないけど番号だけじゃわからないよ、誰だか。そうだと思いますけど、名前が聞けないわけですから。ナンバーは警察局の機密だからバレる恐れもないし、いいか。番号はね、なんだっけ番号、さすがに覚えてないな。584289だね。んー、はい、ありがとうございました。おー、ほう、それはまたなんというか。じゃあ死んだ人は一人ってこと？覚えられなくてさ、ほんと違うか、参っちゃうよね。どうだろうね。82、違うね、覚えられません。最初から違う、一桁目から間違ってるよ。いかがですかな、弁護人、何か心当たりはありますかな。警察局の被害者の ID ナンバー584289ね、ここ、あり、あり、心当たりはそうありますと思います。思います。何ですかそれ。おそらく間違いない、はい、しかし一体これってどういうことなんだろう。どういうことですかな。とにかく弁護側の主張を伺ってみましょう。警察局で殺害された捜査官の ID ナンバー、心当たりとは一体何ですかな、というわけでございまして、これに関してはこの ID 正しき道をですね、これを出せばいいんですが、はい、皆さん状況分かってますか？はい。検事局で見つかった犯人の名前は？検事局側で見つかった犯人、あの被害者の名前は？正しき情報で、今警察局の証拠保管室で、うん、殺された捜査官の ID が584289、うん、5時15分に、うん、同じ被害者が違う場所、あっちで殺されてこっちで見つかったんですよ。あれ、証人違うですか。おえやおえや、なんですか。なるほどくん、その先輩を校舎裏に呼び出した上女学生のような微笑みは、いや、その頭がこんがらがってしまって、いつものことだろう弁護人、ぶちまけてみることだ、いつものようにな。警察局と検事局、二つの場所で同時に捜査官が殺害された。実は僕もここに一つ ID を持ってるんです。ほうほう、あなたのですか。いやいやいや、僕こう見えても弁護士ですから。こう見えても正しき道を捜査官、被害者の ID です。ダメだよ、なるほどじゃん、捜査官の ID 極秘情報なのに。正しき捜査官の ID ナンバーは、なんだって今のアクセント、584289です。ふわやふわや、あれ、それがどうかしましたか。番番長、あいつ、あれ、確か先ほど局長が証言された番号は82、覚えていません。一桁目から間違ってる。
局長が証言したナンバーは5842189です。待て、なるほど、一体これは。そうなんです、2つの ID ナンバーは完全に一致してる。つまり警察局の証拠保管室で殺害された捜査官は正しき道を。いかがですか、ガント局長。いや、まあ行っちゃうな、もう。なるほどじゃん、鋭い。待ってください、正しき道を捜査官は5時15分検事局の地下駐車場で殺害されたのではないですか。しかしその一方で正しき道を捜査官は同時刻に警察局の証拠保管室で殺害されてるのです。バカな、ありえぬ。つまりこういうことか、同日同時刻同一人物が全く違う場所で殺害された。静粛に、局長、これ、おいやいや、なぜ、一体なぜ、そんな重要な情報が私の耳に届いてないのだ。そういうことだ。いくら極秘捜査とはいえ、私は担当検事ではないか。ちょっとさ、待ってよ、三つ麦ちゃん、きついな。うるせえ。裁判長、これは警察局側の重大な過失。だからさ、待てと言ってるんだよ、僕は。